キム・イルジンは、朝鮮民主主義人民共和国の指揮者。1956年、北朝鮮の自公道マン浦市生まれ、元山市で育った。平壌音楽舞踊大学のチェロ科に入学し、1977年に卒業。卒業後は、万寿大芸術団のチェリストとなるが、間もなく、指揮に転校。革命歌劇の代表作、花を売る乙女をはじめ、 舞台作品の指揮を取った。その後、ソビエト連邦、モスクワ音楽院に研究のため留学した。1985年、西ベルリンで開催された第8回、ヘルベルト・フォンカラヤン国際指揮者コンクールに出場し、1位なしの第2位を受賞。なお、同コンクールでの受賞は、北朝鮮出身者としては初めてであった。 北朝鮮に帰国後は、1985年より、万寿大芸術団の指揮者として復帰した。1988年に、航訓芸術家称号を授与された。1990年には、陰異層管弦楽団を創立し、初代指揮者を務めた。また、朝鮮民主主義人民、共和国国立公共楽団へも客演している。1991年、 日本の鶴ヶ市で開かれた韓日本会国際芸術祭に出演。1998年には平壌市で開かれた第1回演奏統一音楽会に参加し、韓国の演奏家とも親交を深めた。ありがとうございます。